こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この前、ボラが大量発生したニュースを見たんだけど、尋常じゃないボラの数でびっくりしちゃったよ。もしかしたら天変地異の前触れだったりして。東海地方で起きていたボラの大量発生は、2023年1月にニュースとなっていたな。確かに異常とも呼べるボラの数で恐怖すら感じたぜ。ボラって、なんか汚い川とかにもいたり、臭いとか、あまりイメージないよね。確かにその強烈な匂いから、釣り人からは嫌われ者のイメージも強いな。でも、遥か昔の時代から、ボラは高級魚として、なおかつ出世魚として珍重されてきた存在なんだぜ。そうだったの？昔の人はあんな臭い魚が美味しいと思っていたのかな？それでは、今回はそんな臭くて嫌われ者のボラについて、その生態から、なぜ臭いのか、本当に高級魚と呼べるほど美味しいのかなど、いろんな疑問について解説していくぜ。この動画では、勘違いされてきたボラの本当の姿や、美味しいボラの選び方から食べ方、またあまり注目されない、ボラの有用性なんかについても紹介しているので、最後まで見ていってくれ。それではゆっくりしていってねー。ボラは、ボラ目、ボラ科に分類される魚の一種だ。ほぼ全世界の熱帯、温帯に分布していて、河口や海と川が混ざった湾の内側の汽水域に生息している大型の魚だぜ。食用にもされるので、スーパーで販売されていることもある。食べれるの？なんか臭そうで気が進まないけど。体長は平均50センチメートル前後で、最大では90センチ以上に成長することもあるそうだ。それは大きいね。細長い体に平たい頭をしていて、口はやや小さく歯も小さい。背びれは2つあって、前にある第一背びれはヒレの硬い筋部分である。翼状が発達しているぜ。体の色は、背側が黒っぽく、お腹側が銀白色をしている。尻尾にかけて青い斑点が縞のようになっているのが特徴的だな。見た目は立派だよね。目とその周辺に視腱と呼ばれる、コンタクトレンズのような器官で覆われているこの部分は、冬になると周りに脂肪がついて白っぽく濁るのも特徴だぜ。お魚の透明なまぶただね。ボラ科の魚は、ほとんどが沿岸性の海水魚なんだけど、一部淡水性の種類もいて、その数は70種類以上が確認されている。日本近海には、ボラの他にもメナダ、背筋ボラ、オニボラ、南洋ボラなんかが生息しているぜ。ボラにもいろんな種類がいるんだね。日本では北海道より南に生息していて、淡水と海水が交わるような汽水域に生息しているとはいえ、基本的には海水魚だぜ。川にもいるイメージだけど、もともとは海の魚なの？水の汚染に対して強いので、都市部の港なんかにも住むことができる。体の大きさが同じくらいの仲間同士で大小の群を作って水面近くを泳ぎ回っているぜ。少しぐらい汚れている水でも大丈夫なんだ。釣りをしている人がいると、その餌なんかに釣られて、近くまで群で泳いでくることもあるぜ。でも泳ぎが俊敏なので網だけで捕まえるのは難しいかもな。ボラはとても高くジャンプすることも特徴だ。時には自分の体の2、3倍ほどの高さまでジャンプすることもあるそうだぜ。すごいジャンプ力。なので、釣ったボラをバケツなんかに入れておけば、ほぼ間違いなくジャンプで逃走しようとするだろう。逃したくなければ蓋をしておいた方が無難だな。それにしても、なんでそんなにジャンプするの？ボラのジャンプについては諸説あるが解明はされていない。音に驚いたとか、水中が酸欠状態だったとか、ジャンプの衝撃で寄生虫を落としているとか色々言われているぜ。ふん。でもこんなに大きなボラがジャンプしたら人間だって驚くよね。実際にボラが急にジャンプしたことが原因で事故も起きているぜ。サーファーや釣り人がボラのせいで怪我をしたとか、競艇場のレース中にボラが選手に激突する事故も起きている。いやー、競艇レースって猛スピードでしょ。そんな時にボラがジャンプしてぶつかるだなんて危険だね。衝突した選手が気絶してしまうほどの衝撃だそうだぜ。ボラのジャンプを侮ってはならない。こんなに大きなボラだけど、一体どんなものを食べて成長しているの？基本的に雑食だ。ゴカイやカニなんかの小動物、岩についたも、また、水底に積もったデトリタスが主な食料だ。デトリタス？あまり聞き慣れないけど、海洋学ではプランクトンや生物の死骸、排泄物などが分解されて微粒子状になった有機物のことをデトリタスと呼んでいる。ボラは、水中の底の方で、餌を砂や泥ごと口の中にかき集めて食べるぜ。同じように岩の表面についた藻類なんかも削り取るように吸い込んで食べる。砂も泥も丸ごと食べちゃうの？おえー、なんと、砂ごと食べても消化できるように。胃の中の幽門部が丈夫な筋肉となって発達しているんだぜ。この部分はボラのへそと呼ばれていて、一匹から一つしか取れない希少な珍味でもある。おへそを食べるの？正しくはへそではなくて、人間でいうと十二指腸につながる胃の部分だ。鳥の砂肝みたいな食感だそうだぜ。うーん、
食べてみたいような、ちょっと怖いような。ボラの天敵は海鳥やイルカ、ダツ、スズキなんかの肉食魚だ。産卵期は10月から1月、外洋に出て南の方に向かって回遊して産卵しているらしい。らしいって、わかっていないの？実は、産卵期になぜ外洋に向かって回遊するのかとか、どこで産卵しているのかといったことは詳しく解明されていない。謎な部分があるんだね。産卵した卵は直径1ミリメートルほどのサイズで海の中を漂っている。産卵の数は約200万粒ほどと言われているぜ。他の魚と比べると卵の脂肪分が多く、産卵後は数日のうちに孵化して、春頃に3から6センチメートルに成長すると、再び沿岸域に戻ってくるんだ。体長は1年間で約20センチ、3年で40センチになり成熟するぜ。海を行ったり来たりして成長するんだね。ボラは地域によっていろんな名前が付けられている。関東地方では伊勢ゴイ、愛媛県ではナタネボラ、広島県ではマボラ、沖縄県ではツクラ。その他にも口目、メジロ、エブナ、黒目、白目など呼ばれているぜ。ひゃあ、それ全部ボラの名前なの？同じ魚だと気がつかないね。また、ボラはブリやスズキと同じように、大きく成長するに従って名前の変わる出世魚でもあるぜ。まさか、出世魚としての名前も地域ごとに変わったりするの？そのまさかだな。稚魚から成魚になる順番で紹介しよう。関東、おぼこ、いなっこ、すずしり、いな、とど。関西、はく、おぼこ、すばしり、いな、ぼら、とど。高知、いきなご、こぼら、いな、ぼら、おぼら。東北、こつぶら、つぼ、みょうげち、ぼら。ひゃあ、これがすべてぼらの名前なの、覚えられない。でも、中には私たちが普段使っている言葉の語源になった名前もあるぜ。関東と関西で呼ばれているとどはこれ以上大きくならないの意味から、結局とかいきつくなどを意味するとどのつまりの語源となっている。とどって、アシカの仲間のことじゃないのね。おこぼは子供の幼い様子や、可愛いことを指す、おぼこいの語源とも言われているぜ。漢字では、おぼこいとか、おぼこい、と書き、書状を意味している。可愛いっていう意味だけ覚えておくよ。稲の背中を意味する稲瀬という言葉は、江戸時代の若い男子が稲の背に似せて言った曲げの、稲成長から生まれた言葉だ。粋で切符のいいことや容姿などに例えて使われたぜ。粋で稲瀬とか言うね。江戸っ子の男子の褒め言葉は、まさかのボラが語源だったんだ。こう見てみると、ボラっていろんな言葉の語源になるほど、生活に密着した存在だったようだね。ボラは江戸時代には養殖もされていたほど、盛んに食用とされていたが、古くはなんと最古の日本の歴史書日本書紀にも登場する。神話の話にもボラは登場していたの？どんなお話？ボラが出てくるのは、あの山崎彦と海崎彦の話だぜ。浦島太郎伝説の元となっていると言われているお話だね。お兄さんの海崎彦の大事な釣り針をなくした弟の山崎彦が、竜宮城のような海の神様の国まで探しに行くんだけど、そこで口目の口に海崎彦の釣り針が、引っかかっているのを見つけるシーンがある。この口目がボラだ。あれ？釣り針が見つかったのはタイじゃなかったっけ？古事記を含め、いろんな言い伝えではタイとなっているんだけど、別伝では口目すなわちボラというものもあるんだ。ボラは神話の時代からタイと並ぶような存在だったということなのかな？2023年1月に愛知県南知多町の港でボラが大量発生した。この時のことは全国的にも大々的にニュースとなったので覚えている人も多いだろう。ボラが水面一面を覆っていて恐ろしかったよね。何か天変地異の前触れなんじゃないかと思っちゃうほどだったよ。でも実はボラの大量発生は今回が初めてではないんだぜ。ボラが大群で押し寄せる現象は、毎年ではないけど冬になると各地で起きている。そうだったの？2021年には神戸の運河と東京の大田区を流れる飲み川で、2003年には同じく東京の立会川でも起こっている。どの大量発生もに、30センチメートルほどのボラが隙間なく水面を覆い、ボラたちも密になりすぎて泳ぐことができずに、流されるままになっているようなありさまだったぜ。このような事態は各地で起きている。さっきは俊敏な動きだから網で捕まえるのは難しいって言っていたけど、ここまで密になっていたら素手でも捕まえられそうだね。この大量発生の原因は一体何なのかな？ボラが大量発生する原因はいろいろ考えられるけど、まず挙げられるのが水温の上昇だ。水温の上昇？ボラは、毎年1月から春先にかけて、暖かい水を求めて冷たい海から、川へと群れをなして遡上してくる。また、水温が上がると、ボラの餌ともなる動物性プランクトンも増えるんだ。暖かくて、餌も食べられるから大量に発生したんだ。2023年の1月にニュースになった愛知県南知多町の刀漁港では、お隣の約1キロほど離れた諸崎港でも同じようにボラが大量発生している。諸崎港で大量発生したボラは、刀漁港のボラより少し大きい個体だったようだ。
とすると、違うグループなのかな。あちこちで大量発生しているということは、この辺りの水温が上昇していたからかもしれないね。ここは漁港なので、大量発生は1時間後には消えてしまったようだ。でも、ボラの大量発生は実はこの周辺だけではなかったぜ。なんと、静岡の浜松市や名古屋市では河川で大量発生が起きていた。川でもボラが大量発生したの？名古屋の北区にある堀川では、徐々にボラが増え始め、1月中旬頃までになんと約400メートルを、隙間なくボラがうごめくほどになっていたそうだ。じゃあ、ボラの大渋滞。しかも、息苦しそうに水面から口を出してパクパクさせていた。この頃からお腹を見せてひっくり返った死骸が増え始め、1月下旬には名古屋市が死骸の回収作業に追われる事態となってしまっている。うわぁ、なんで大量死してしまったの？狭くて浅い河川に、大量のボラが入り込んでしまったため酸欠死してしまったようだ。水温が上がるとプランクトンも活発になって酸素を使う。ただでさえ酸素が少ない河川に、大量のボラが押し寄せてしまったため、行き場をなくしたボラが酸欠で死んでしまったのだろう。口だけ出して一生懸命パクパクしていたのは苦しかったんだね。大量死はこの他にも、静岡の浜松市など、東海地方で相次いで起きている。酸欠が原因で死んでしまったとはいえ、酸欠に至る原因はいろいろ考えられるぜ。プランクトンの大量発生の他にも、鳥や大型魚などに追い詰められて、狭い場所に押し寄せてしまったとか、干潮の時に逃げ遅れたのではないかなど、明確な理由は分かっていない。対応に追われる役所も大変だろうけど、近隣住民もびっくりだろうね。天変地異の前触れじゃありませんように。どうしてもボラは臭いというイメージがある。海釣りでボラが釣れると下道と呼ばれてそのままリリースすることもあるそうだ。なんか、立派な魚だけど水の底の方の泥なんかを食べているから、なんだか体にも匂いがついていそうだよね。ボラの匂いは例えるならドブの匂いのように強烈だ。特に夏場のボラの匂いはひどい。慣れてない人なら吐き気を催すだろうな。ボラに包丁を入れると皮と内臓に特に強烈な匂いを感じるぜ。やっぱり臭いんだ。ちょっと食べるのに抵抗があるよね。このように臭くて嫌われてしまうボラだけど、昔はマダイやヒラメに勝るとも言われるほど、美味しい高級魚として重要されていた歴史を持っていたんだぜ。高級魚？昔の人たちは臭いのが好きだったの？それともボラの臭みを消す方法を知っていたとか？残念。そのどちらでもなく、正真正銘美味しい魚だったぜ。だった？昔はもともと美味しかったの？江戸時代にはボラは上質な白身の魚で高級魚とされていた。今のように悪臭を放つ魚になってしまったのには原因がある。どんな原因？ボラは皆底のデトリタスや藻類を餌としているという話はしたな。このため、水質の影響を受けやすく、汚染された海域で獲れた。ボラは強い匂いを発するようになってしまったんだ。特に、昭和初期以降、河川の水がひどく汚染された影響が大きいぜ。そういえば、ボラは水質汚染に強いから、汚れた水域でも生息できる魚だったね。もしかして、その丈夫な体質のせいで、臭い魚になってしまったというの？それ以前の江戸時代から昭和初期までは、東京湾などでも、高級な食用魚としてボラの養殖が盛んに行われていた。出世魚として喜ばれ、おめでたい魚としてお食い初めや祝儀にも使われていたようだ。お祝いのおめでたい魚といえばタイでしょ。まさかのボラがそんな高級なタイと同じ扱いだったの。ということで、汚染されていない水域で生息している。ボラは非常に美味しいということになる。ボラの匂いの大部分は血にあるので、釣ってすぐに血抜きしてしまえば、高級魚とされていた頃と同じ、美味しいボラのお刺身だって食べられるということだぜ。うわぁ、なんだか急に食欲湧いてきた。沖合の方で冬に獲れる寒ボラは臭みも少なく、脂も乗っていて、タイにも負けないくらいとても美味しい。ボラ料理には、刺身の他に唐揚げ、生姜焼き、あらい、お味噌汁などたくさんある。臭みを消すような酢味噌や柚子胡椒なども相性がいいようだ。今まで誤解していたんだね。どんなところで獲れたボラなら美味しく食べられるの？ボラの産地は日本では、長崎県、兵庫県、愛知県、大阪府、千葉県などが主となる。でも、産地よりも水質のいい環境で育ったボラであることが重要だ。河口付近から離れた水の綺麗な磯付近や沖合などで獲れた沖ボラを選び、素早く下処理をしてしっかりと水洗いすることで美味しく食べられるぜ。あんなに気持ち悪がっていたけど、なんだか急にボラが食べたくなってきたよ。いろんな食べ方ができるボラだけど、高級魚としての味わいを、堪能したければぜひお刺身として食べることをおすすめしたいぜ。確かに、そんなに美味しいなら、まずはお刺身で食べてみたいね。ボラの旬は10月から1月で、寒ボラと言われる脂の乗ったボラが一番美味しい。ボラは鮮魚店やスーパーでも時々売られている。しかも下処理もしてもらえる上、他の魚と比べて安いことが多いぜ。
さすがに河川で大量発生しているボラは食べない方が良さそうだね。海で獲れたボラの方が臭みは少ない。もしボラを釣った場合には、その場で血抜きをすることが臭み対策には有効だ。また、ボラの臭みは内臓や皮にもついているので、下処理を丁寧に行って、しっかり冷やして持ち帰ることでさらに臭みを減らせるぜ。今までボラを釣っても逃がしていた人は、今度からは持ち帰った方がいいかもね。釣ってきたボラは、まずは鱗を丁寧に落としてから三枚に下ろす。魚なんか下ろしたことないけど、魚の下ろし方は、詳しくはネットを検索してくれ。こうして処理したボラの身は、すぐに刺身にして食べても美味しいけど、軽く酒を振って容器に入れて冷蔵庫で一晩置くとさらに美味しくなるぜ。お酒でもさらに臭みが取れそうだね。一晩経つと、容器には酒とボラの身から出た水分が溜まっているので、これを丁寧にキッチンペーパーで吸い取り、切り身の筋に合わせて斜めに包丁を入れると見た目も綺麗な刺身の出来上がりだ。さばいた残りであら汁を作ればお刺身定食になるね。ボラが手に入ったらぜひトライしてみてね。日本の三大珍味といえば三河のこの綿、越前のウニ、長崎のカラスミの三つだぜ。この産地は江戸時代に謳われた三大珍味を特産としていた土地だ。三大珍味とボラは何か関係があるの？この中の長崎のカラスミは、ボラの卵のことだぜ。珍味で有名なカラスミってボラの卵だったの？名前は聞いたことあるけど、高級だから食べたことない。どんな味なの？カラスミはボラの卵巣を塩漬けにして干したものなんだぜ。他の魚と比べると、ボラの卵は脂質が多いため、チーズのようなコクのあるねっとりとした味わいがある。そうだったんだ。ボラのことをのっけから臭いだのまずそうだの言ってたけど、実は高級珍味にもなっていただなんて知らなかったよ。日本ではカラスミは古くから食べられていたようだ。名前の由来については諸説あるけど、戦国時代に肥前の名古屋城を訪れた豊臣秀吉に献上した時、佐賀藩の礎を築いた鍋島直重が、この魚卵の珍味の名前を秀吉に尋ねられ、唐の隅に、似ていることからとっさにカラスミと答えたのが始まりだと言われているぜ。ボラの卵っていうより、カラスミの方がセンスあるね。カラスミは、高級食材だけど、これまた家庭でも作れるんだぜ。自分で作れるの？手間と時間はかかるけど、基本的にほったらかしでできるし、お店で買うより断然安い。お刺身でも缶ボラが美味しいと言ったが、カラスミに使う魚卵もこの時期のものが脂が多くて美味しくできる。もし卵巣のついたボラが手に入ったらトライする価値ありだぜ。どうやって作るの？まずボラから卵巣を取り出す。取り出した卵巣を丁寧に水洗いして、大きな血管は針などで穴を開けて血を抜く。この時氷水につけて一晩置くと血がさらに綺麗に抜けるぜ。血が残ると臭みの原因になるからね。洗い上がった卵巣に塩をたっぷり振って、およそ1週間塩漬けにする。この時に使用する塩は精製塩ではなく、なるべく雑味のある粗塩にするとより美味しくなる。しょっぱそう。一週間経ったら樽から取り出し水洗いする。容器に水を入れて少量の塩を入れて40時間ほど、数回水を交換しながら放置して塩抜きをする。塩抜きするのになんで少し塩を足すの？この少量の塩が重要で、塩漬けにした卵巣から塩分を抜くための誘い塩となるぜ。予備塩迎え塩とも言うけど、真水ではなく塩分濃度 1.0 から 1.5% 程度の塩水につけて、ゆっくり塩抜きをするんだ。真水の方が早く塩が抜ける気がするけど、でも、そうすると急激な浸透圧によって強く水を吸ってしまい、膨張した時に細胞を壊してしまうんだ。そうしないように、わざと少量の塩を入れて、浸透圧を下げてあげているんだぜ。この一手間が美味しいカラスミ作りには大事なんだね。40時間ほど放置し、卵巣全体が均一な柔らかさになったら、次は平たい板やガラス板を2枚用意して卵巣を挟んで斜めにして加圧し一晩置く。斜めにすると水分が流れるんだね。日中は天日で干して、夜間は冷蔵庫に保管する工程を、2週間繰り返せば海のチーズと言われるカラスミの完成だ。うわぁ、確かに放置時間が長いけど、とても手間暇がかかるんだね。高級食材なのも納得だね。一般で売られているカラスミは 1kg 7000円から、贈答用になると2万円が相場だ。手作りすれば相当お得だな。それにしても、こんな珍味を考え出した人ってすごいね。実はこの珍味は古くからギリシャやエジプトで製造されていて、日本には安土桃山時代に中国から長崎に伝来したと言われている。元は海外で作られていたんだ。日本ではボラの卵巣が使われるけど、イタリアでは、ボッタルガという名称でマグロの卵巣を使用する。スペインではタラヤマルーカのカラスミが一般的と言われているぜ。へぇ、海外では違う魚の卵巣を使うんだ。カラスミは薄くスライスして、そのままでも美味しく食べられるけど、塩辛い味付けのため、料理に使用してもより美味しくなるぜ。じゅるる？どんな料理があるの？パスタに入れてもチャーハンに入れてもいいし、
スライスした大根で挟んだカラスミ大根なる料理もある。高級だから手が届かないと思っていたカラスミも、手作りなら惜しみなく食べられそうだね。作ってみたくなってきたよ。先ほどもボラが大量発生した愛知県では、郷土料理にボラを使ったものがある。それが稲まんじゅうだ。え、まさかやっちゃった？ボラとまんじゅうはさすがにまずいんじゃない？いやいや、和菓子のまんじゅうじゃない。知る人ぞ知る、愛知県尼文化三重町を代表する郷土食の一つだぜ。稲まんとも呼ばれている。一体どんな料理？ボラのヨーヨイナの中に、愛知県の伝統調味料八丁味噌と、根菜や銀杏などを加えて甘く煮たものを詰めて、香ばしく焼いたものだ。その焼かれた様子がまんじゅうに似ていることからこの名前が付けられた。本なんかでもたびたび紹介され、珍味やお酒が好きな人の間でよく好まれているぜ。びっくりした。あんこ入れちゃったかと思ったよ。八丁味噌はこの辺りの名物だし、美味しそうだね。かつてはこの地域の結婚式などのお祝いの席では、よく食べられていためでたい料理だそうだ。出世魚であるボラだから、おめでたい席に出す食習慣が生まれたんだろうね。ボラ雑炊は、三重県木曽岬町、桑名市長島町の郷土料理だぜ。ボラを入れた雑炊？雑炊と呼ばれているけど、ボラ雑炊はボラの入った炊き込みご飯のことだぜ。木曽岬や長島町では、炊き込みご飯のことを雑炊というそうで、川でもボラがよく取れたことから漁師料理として広まったぜ。そうなんだ。この辺りは大量発生する前からボラがよく取れていたんだね。ボラを湯がいてほぐし、その出汁とほぐした身の上に、米と薬味を入れて炊き込む方法と、米の上に薬味と生のボラを乗せて炊いた後にボラを取り出して、身をほぐしてから混ぜ込む作る方法があるぜ。どっちも美味しそうだね。お祭りや、冠婚葬祭、地域の会合など大勢人が、集まった時に振る舞われることが多く、前にも紹介したボラの幽門であるへそが自分の茶碗の中に入っていると、当たりだと言って喜んだそうだ。ちょっとボラのへそも食べてみたくなった。最近の子供たちは食の欧米化に伴って、魚離れも進んでしまっているぜ。そんな子供たちのために考え出されたボラ料理がある。子供のためのボラ料理？ボラを給食に生かそうという試みがあったんだ。新しくレシピを工夫することで、漁業の再生を図るという取り組みの一環でもあったぜ。それはナイスアイディアだね。広島県の福山市では地元の漁協の女性部が、小骨ごとすり身にして作ったボラのコロッケ、その名もボラコロを開発した。給食でパンに挟んで、フィッシュバーガーとして出したところ、子供たちから大人気だったそうだぜ。この動きは市内全域の給食にも広がったそうだ。漁協の女性たちのアイデアによって、厄介者のボラが貴重な地域資源に生まれ変わったんだね。実はボラの他にも、イメージが悪いとか、調理が大変といった理由であまり食べられていなかったり、流通していない魚はたくさんあるぜ。このような魚は未利用魚、あるいは低利用魚などと呼ばれている。なんと総水揚げ量の 30% から 40% にも上るそうだ。水揚げされてもそんなに使われていない魚っていたの？未利用魚は通常飼料やすり身として低価格で取引されている。でもこうした魚でもボラのように本当は美味しく食べられる魚がいるぜ。そんな魚を無駄なく販売するビジネスが近年見直されているんだ。大手回転寿司チェーンでもボラの寿司を見かけることがあるぜ。え、ボラのお寿司があるの？また、美味しく調理済みの商品として、販売する新規ビジネスも立ち上がったりしている。それはいいね。わざわざ海に釣りに行かなくても手軽に利用できるし、何より、廃棄同然だった魚を美味しく食べられるだなんて、海の恵みを余すことなく堪能できて、とってもエコで素晴らしいことだと思うよ。こうした動きは近年叫ばれている。SDGs の盛り上がりの後押しもあって、人々に受け入れられているようだ。SDGs って17の世界目標があるんだよね。この未利用魚を生かしたビジネスはどんなことに貢献できるんだろう？例えば目標12の作る責任使う責任という項目では、捕獲してしまった未利用魚を責任を持って消費することに貢献できるだろう。また、目標14の海の豊かさを守ろうという項目では、海と海の資源を守ることにつながるぜ。これからの時代、こうした環境にも配慮された水産業がもっと盛んになるといいね。というわけで、今回の動画は以上だぜ。臭いから嫌われ者となっていたボラについて見てきたがいかがだっただろうか。はじめは臭いとか、気持ち悪いとかで全く食べる気なんかしなかったけど、実は海で獲れる沖ボラは美味しいとか、タイに負けない高級魚だということがわかったから、なんだか食べてみたくなったよ。汚染された水域に住んでいることで、臭い魚のレッテルを貼られてしまったボラだけど、日本の水産業界に新しい風を起こす可能性が、秘められているということに気づいてもらえたら幸いだぜ。いつか、ボラが高級魚として復活する日が来るかもしれないね。この動画が面白かったらチャンネル登録と、
グッドボタンをポチッとしてもらえると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。